雰囲気変わった？色も違うしね。ちょっとさ幼くない？いつもでも大人っぽいの着てるからいいか。ネイルと合うね。今からお邪魔します。お願いします。皆さん星投げカウントよろしくお願いします。うん、ちゃんがちょっと体調悪くて。みーちゃんおいでこっち、はい、金魚すくい行こうって書いてある。大丈夫？ガントチャートさんありがとうございます。似てる、いい？でもちょっとね、高い低い。大丈夫？これ立てるね。これちゃんと着てるから立てる。よいしょ。そう、私ね薄い色よりもね濃い色の方がねいいらしい。どっちが好き？みんな、まあこれはジンベエとさ浴衣だからあれだけど。まえちゃんかわいいだって。やったぜ。あー、ひーちゃんダメよ、それ触っちゃダメ。はいはいはい、よし。濃い方がいい？嘘、似合ってる？なんかさ濃い色着たらすごいはっきり見えるよね、顔が。それはあるわ。ありがとう。誰？こっちの方が落ち着く？さっきのより。いやこれはほんまになんかその浴衣収納してるところを開いたら出てきたの、なんかこれが。え、何これ、と誰の浴衣と思ったらジンベエで、まだタグもついてたんよ。なんと誰が買ってきたんやろ。お母さん買ってきたんかな。今日のあれを見過ごして、見過ごしてじゃない、見透かして、わありがとうございます、ミラクルボンバー、見透かして半年前にも買ってたとかだとしたらめちゃくちゃよくできるお母さんやな。あしめなみさん、くらさん、ありがとう。皆さん星投げカウントよろしくお願いします。わあめっちゃ可愛い。今ねめっちゃねあれです、過去一6位との差が縮まってるんですよ。ずっとね70万差とかだったのかな、今やっと67万差。
明日がもうさ最終日やけん、ありがとう。はあ、なんかさやっぱ私服と金魚がいかに合わなかったのかよく分かった。なんかこれ着てなんかもう花火あって金魚揃ったらもうお祭りじゃん。ほらもうお祭りじゃない？すんごいしっかりナイアガラの滝。ぽいで。ありがとうございます皆さん本当にありがとう。最終日まで頑張るぞ。祭りだ祭りだ祭りだ。あありがとうゆべぴー。ぽい、そうぽい今日あの教えてもらった、さっき知った、ありがとう。タモっていうの？え？タモとぽいは一緒？新ハート終わったので帰ります。え、見ていってよ。配信があれなのに。みんながあのあれだよ、私に星投げとかさわざわざ来てくれたから私は配信で楽しませて帰るっていう使命があるから、絶対にまだ時間あるなら見てって、こうやってしたら私水槽の中の人みたい。どう？水槽の中みたいじゃない？ありがとうガントチャートさん、はじめななみんさん。え、見えん？こうやってやったら。ちょっとね、ここのね、張り紙がね、こう、なん、あれなんですけど。ってやったら海の中。大丈夫ですか、じいちゃん。現在7位。明日は明日の19時59分までのイベントですね、はい、お祭り感増すか。これ消してが上がるからえ、めっちゃいいじゃんお祭りじゃん。ほらやっぱ夜だからねお祭りっていうのは。どこだ、やばい待って、すごいホラー感すごいんだけどわあありがとうございます。何これ、これは奈々さんのやつよ。わあ花火ありがとうたくさん怖い話、怖い話できますよ。推しにしてください。ガートチャートさんありがとう。打ち合わありませんが、ありませんがこれならあります。あ、これいいんじゃない。うん、
いい。わあ、もうすぐ花火が始まるね。あ、ちょっと花火やってみるね。ふーばーんと。またおたげできそう。まさか隣のさ、おじさんおばさんは隣の部屋でこんなことが行われてるなんて思ってるもないよね。素晴らしい YMCA。 ありがとう、ありがとう。え、ガンドチャートさん、一色ダマタワー、ありがとうございます。どう？読める巨人軍さん、キュンさん、ありがとう。道しるべさん、あ、花火、え、ほんまにさ、夏やん。ちょっと、なんか漏れてない？ほら、みんなスクショ。え、すごい。え、ちょっと待って、これ絶対スクショ撮って載せた方がいいよ。多分これどこのお花火よりもすごいよ。ほら、ほら、これもう淀川、大阪の淀川だっけ、淀川越えたよ。ナイアガラの滝だったらしいね。ありがとう、読売巨人軍、読売巨人軍さん、目が痛い。UVP ガントチャートさん、本当にありがとうございます。 C さん、目がチカチカする、やばいよね。やばいやばい、これは最終枠、これもするわ、これでいくわ。夏感すごいよね。いや、私多分今日本で一番自分で花火大会を開くっていうことができた。自分のお家で花火大会ができるなんて。フラッシュにご注意ください。いいのが撮れてる、うん、載せてください。ぜひ私も使おうかな。わー、たまやん、たまやん、ありがとう。カンズさんもありがとう、ブン、ありがとうね。ガントチャートさん、ありがとうございます。いや、すごいよ。今私だって今光使ってないんだもん、家の中の光、クーラーしかついてないの。この iPad とこれとサイリウムとこの電気とみんなのこの花火だけで生きてるから支えられてるわ。電気いりません。色変えますね。うわー、すごい体に悪そうな色、なんかちょっとなんか怪しくない？このルーム、このルームちょっと怪しいよね。漏れるね。でもナナさんのね、ほら、
ありがとう。ちょっとあとはもうあれだわ、リンゴ飴さえあれば私のあれはもうお祭りは最高なんだけど、バナナしかない、バナナしかない。今来た人はどう思うか、いやこれをどう受け取るかっていうのは本当もうその人それぞれなんで、これは楽しそうだなって、僕も私も参加したいって思う人がいるかもしれない。そう思わせたら勝ち、私たちの勝利。ありがとう、ひなちゃん遊びに来てくれてありがとう。みんなよかったら星投げカウントをよろしくお願いします。今これ何ポイント差なんだろう、絶対これめっちゃ縮まってる気がするんだけど、もっと、もう最高じゃん。え、なんかもう明日最終回前夜って感じ、前の日って感じね、するよね。次はね、今10時52分でしょ、わあと3分で終わりじゃん。え、終わっちゃう、いやまだ終わりません、お祭りはまだ延長します、延長しますっていうかあと1枠あるんで。やっぱ世の中の花火大会はきっと多分9時とか10時とかで終わっちゃうと思うんですけど、私の花火大会まだ終わりません、夜中の24時までやってます。なんとこんなに人々を楽しませるために存在する花火大会ってあるのか。今一番盛り上がってる私たちが、みんなありがとう。でもこの花火が終わったらあれだね、ただお祭り行ってそのまま帰るのが遅くなった子供だよね。ありがとう。チョコバナナか、チョコ買っとけばよかったな、バナナあるよ、バナナ食べよっか後で。ね、じゃあみんなラストのね次の枠も絶対絶対絶対見に来てください。もうちょっと1日目2日目とかはね、ちょっとあのまだみんなにね、あの何ですか、遠慮してっていうか、来れたら来てねって言ってたんだけど、ちょっとあの多分この30分多分睡眠よりもいい配信ができると思うの、睡眠よりも多分元気になる配信になるから来て。いい？え、ちょっと待って、浴衣の、え、これ、え、これ達成した？この上のキャンペーンのやつも、もしかして達成しちゃいましたか、これ。ありがとうございます、わお、なんてことだ。はい、皆さんこの枠を見に来てくださって本当にありがとうございます。次ラスト枠はね23時40分からの配信となってます。ちょっとあのこの後ちょっと時間何分か計算してちょっと早めに始めるかもしれないし、ぴったり3時間なれるようにちょっと調整します。はい、それではこの配信を見てくれてありがとうございました。この後も引き続き花火大会楽しみましょう。ちょっと歌の練習しとく、今から曲を覚える。バイバーイ。